松村邦洋ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。月曜日は鎌倉殿の13人の取っ手出しということですけど、今回は時を継ぐということですね。時政、義時、泰時とかね、これ常時、時頼とかね、最後高時とかなりますからね。時を継いでいくって、これで家康の大河ドラマだったら家を継ぐでしょうね。家康とか家光とか家綱とか家信とか家重、家成、家貞、家持みたいなもんですよね。吉宗と吉信は家がないみたいな感じになるか、こうね、やっぱお父さんの文字を継ぐっていうのも政治家の方も多いし、落語家の方も多いしね、森を継ぐって言ったらもう平家ですからね、平の清盛みたいになっちゃいますんでね。 11.7% ですね。では前回の大河ドラマタイトルがオンビレブンビンバーでしたかね。それについての感想をちょっと見てみましょうかね。これは、これね、クワツルさんですかね、ありがとうございます。エビナ家笑いましたと、大泉洋似てて腐って、ありがとうございますね。これ北沢さんですね、いつもありがとうございます。南信介さんの原点パパ懐かしいって言ってますけど、三谷幸喜さんから来ましたよ。後鳥羽上皇はレオナルド・ダ・ヴィンチって言われるぐらい、日本の本当に絵がうまい人みたいです。だから僕も即興でね、リアルに描くんです。そうするとね、女性なんて口聞いてくれないんですよね。あのくだりは面白かったですね。工藤さんですね、まっちゃん45分弱のドラマに35分の解説は長すぎます、もう少し簡潔に、すいません、今日なるべく短めにしますんで、もうすいませんでした、ありがとうございます。ちょっと自分に酔いしれちゃってるんですよね。カーディアンさん、三浦は峰富士子爆笑しました、さすがまっちゃんということですね、ありがとうございます。あと英語でちょっと呼べないんですけど、リクさんが息子亡くなって、あたおかになり、初めて見るっていうのはその通りだと思いましたねということですね。夏がいいんだよ、夏食えよ、夏、なんかいろんなことを思い出していただいてありがとうございます。コテレイさんですね、横道の情報多すぎて本編わからんようになるわ、ここ漫談癖になると。確かにね、ちょっといつもね横にそれるんですよね。こういうサイドネタもなんかいいなと思って自分に酔いしれちゃってすいませんでした。気をつけますんで、また今回もよろしくお願いします。もう本当に時政が追いやられますね。実朝に起請文を書かして、実朝を拉致してもう脅してるわけなんですけれどね。で、実朝と時政の話っていうか、三浦の義村うまく利用されたんですけど、実はもうそのまま騙されてろよっていう義時のスパイとして義村は言ってるわけです。前の回はね、和田の義村とすごく実朝仲良かったから、和田の義盛もやっぱり気になってきましたよね。どういう状況なんだと思って、おい鎌倉殿は中におられるんだろう、おいっつったら三浦の義村がね、執権殿は鎌倉殿を出家させるつもりだ、いいか、これは謀反だ、俺は流れで執権殿についていくが、小四郎が来たら寝返るつもりだ。ああ、よくわかんねえな。わからなくていい、俺に従ってろ。おお、そうか、ああ、どけどけどけ、よくわからんって言ってた和田の義盛の気持ちが僕はよくわかりましたよ。いろんなこと言われてわかんないですよね。だけど、言われた通りやれよって言うけど、これだって素直な気持ちっていうのはもう本当に和田の義盛のいい、なんか汚れてないまっすぐな乱暴者ってのはなんか魅力的だなと思いますね。長澤まさみさんが言ってましたね、伊豆の称号族に過ぎなかったね、25年かけて築いた地位が今まさに崩れ去ろうとしている、その間わずか一月ですよ、1ヶ月で流れが変わったわけですよね。クーデターがちょっと失敗して追いやられてしまったというね、畠山重忠を滅ぼそうとした牧の方からどうも流れが変わっていったんだなと思いますよ。ずっと25年間ずっと
と頼朝と一緒にこう這い上がってきて支えてきたのに25年経ってとうとう息子たちに追いやられるわけですよ。25年ってね、広島カープができたのが昭和25年なんですけど、25年経って昭和50年初優勝しますんでね、結構なねこの継続で結果出すって大変なんですよ。今回面白かったなと思ったのは時政、義時、安時っていうね、義時はずっとお父さんを尊敬して父親からいろんなものを学んでたこの親子なんですよ。義時はずっとこのお父さんへの思いっていう部分があるんです。で、安時に今言ってますね、父のそばにいていろんなものを見とけよと。時政に対してやってる義時をよく見て勉強しろよというこのね、北条の継続のお餅みたいなもんなんですよね。これ橋この織田信長がついて、秀吉がこねて家康が食べる天下餅みたいなもんですよね。幕府餅でいうと頼朝がついて足利高氏がこねて最後徳川家康が食べるようなもんで、僕ね、安時という人物が最終的に鎌倉幕府をいい綺麗なこういう人同士が争いのない平和な社会を作ったのは北条安時なんですよね。だから安時はおじいさんがやった失敗はやらない、お父さんがやった失敗をやらない、悪い手本なんだよ、真似しちゃいけないよっていうのを義時が安時に言ってんじゃないかということを安時の奥さんが言ってたのを聞いて、それをパクって今僕喋ってますけど、安時の奥さん三浦の義村の娘が言ったことにズキンときました。本当その通りだと思いますよ。もう本当ね、反面教師だったんじゃないかなと思いますね。三谷さんは本当は北条泰時を描きたかったんじゃないかと。それぐらい泰時という人物は御成敗式目だけでなく素晴らしい人物だったということを伝えていきたいですね。今回はあまり泰時取り上げない部分もあるとは思いますけれどね。そして泰時に厳しいですよね。北条義時はやっぱり息子さんに厳しいです。これはもうしょうがないですね。義時はね、泰時がね、どうするおつもりですか、どうするおつもりですか、お前は口に出すな、口を挟まずにそこでずっと見ていろ、太郎、これが私の覚悟だ、鎌倉を守るためなら父も子もない時政を殺さなきゃいけないんだっていうような部分なんでしょうね。泰時は言いましたね、父上は間違っておられます。すると葉っぱとも家がね、セクシーボイスで、いい加減分かってやれ、あの人は今まで何人も御家人を無言の咎で殺してきた、親だからって許したらどうなる、御家人すべてを敵に回すことになるんだ、構うことね、首跳ねちまえ、まずは鎌倉殿をお守りする。市原隼人セクシーボイスが多分視聴率 11.7 のうちの女性が特に2% ぐらいは胸さらけ出した部分で視聴率きてんじゃないかなと僕は思っておりますね。そして時政にね、ずっと実朝を拉致しながら三浦の義村にずっと話してると、三浦の義村がとうとう本当のことを言いましたですね。館はすっかり囲まれています。実は私は小四郎に頼まれてここにいます。そんなのとっくに分かってるよというような感じで驚かない時政ですね。ああ、頼みがあるんだ平六、陸を連れてってくれねえかって、ね、で陸を前にして、お前が無事に逃げるを見たらわしは鎌倉殿を引き渡し降参する。小四郎は親思いじゃ、頭丸めて手ついて謝ったらきっと許してくれるさ、なんてこう言って、ちょっとこうそこでお別れのシーンがね、なんかもう宮沢りえさんの涙の芝居が良かったですね。もう牧野方、大谷直子さんも良かったけど、ほんと今回の宮沢りえさんの牧野方陸は良かったなと思いましたね。本当。そして三浦の義村が、
陸殿のことはお任せください。これに着替えてください。お待ちしておりますって、こうね、普通の人に着替えてこう行っていくわけですよね。夫としっかり向かい合う陸の姿に今回は感動いたしましたですね。そして陸はもう自分が助かったなと思ったら、今度まず父ね、時政を助けるためにはもう義時を動かすしかない、義時を踏み切ることができるのは政子しかないって言って、今まであんまり頭下げたことない政子に頭下げて、まあ夫の除名嘆願をずっとこうもう何でもやりますみたいなね、企んだのは全て私なんです、私が企んだんです、 C 様はただ従っただけなんですってビシッとこう言いました。今回ね、ほんと陸がね、最後の綺麗な着物を着て、清水装束ってか、もう清水様を見といてくれっていうね、こう粋な女性の潔さが今回良かったなと。宮沢りえさん本当にお疲れ様でした。まだ出てくるかもわかんないですね、僕の中ではね。なんかまた、ね、あの人また京都の方に行ってね、いい暮らしするんですよ。時政が死んだのを確認してからは時政の13回忌とかもやってあげてんですけど、なんかいろいろな問題があったみたいですね。あった、友家氏はいいですね。例えばこういうのはどうか。小四郎たちが前から攻め込み、敵と戦ってる間に俺の兵が裏に回り鎌倉殿をお救いする。そんなことをして鎌倉殿に何かがあったらどうするんだと言いますけど、義時は多分もう実朝に危ない目に遭ってもらってもいいから、執権を自分のものにしたいっていう、もうこの時政早くやめてくれよっていう部分もちょっと僕は本当の義時はあったんじゃないかなと思うんですよね。小栗旬さん演じる義時の中にはちょっとやっぱりそういう部分はないけれども、義時自体はもう父親早くいなくなってもう自分が実権握りたい部分っていうのは僕はあったんじゃないかなと思いますね。そして時政が言いましたね。鎌倉殿、この度は無理強いをしてしまい申し訳なく存じ上げます。無理強いをって、このね、この G とこの G がと無理強いがちょっとこう重なってんだよね、引きが引き寄せられるみたいな、なんかちょっとそういったダジャレじゃないのに偶然ダジャレになったようなね。で、鎌倉殿の真の強さ感服いたしました。殿も尊敬しておりましたね。いずれは頼朝様を超える鎌倉殿となられますって。座ってるだけでいいんですよ、あんたは座ってるだけでいいんですよ、実朝様、鎌倉殿は座ってるだけでいいんですって言ってて、立ったら修善寺に行くような流れだったんですけどね。なんかやっぱりここに来て時政も変わったんじゃないですかね。そして和田の義盛と実朝の会話がいいですね。武衛ってのはこういうもんだよとちゃんと説明してました。今武衛なんだ、武衛武衛って言って、今私はウリンですっていうね、羽に林と書いて、ウリンですよね。実朝はウリンと呼ばれる今、いや、まあ、身分というかね、ウリンっていうとなんかパチンコの海物語のウリンちゃんをちょっとこう思い出しました。ピンクの紫のね、ウリンちゃんみたいな感じですよね。サンマ御殿によく出る地方のアイドルのオーリンとはまたちょっとこう違いますけれどね。そして武衛ってのは親しみを込むものじゃないんですか、去年までずっと私は武衛武衛って呼んでたんですみたいな感じで、今ウリンだよって言ったら和田の義盛はずっとウリンウリンウリンって、そっからずっと多分ね、和田義盛亡くなるまで鎌倉殿のことをウリンと呼ぶんじゃないかなと思いますね。そして時政はね、和田の義盛に言いましたね。小四郎に伝えてくれ、あとは託した、小四郎に伝えてくれ、あとは託した、北条を鎌倉を引っ張っていくのはお前だよな、あとは託したぞというのを伝えてくれって言われたのに、和田の義盛はいざだなんて言ってたって言った、忘れたって言った、ね、忘れたでドラマが通じるっていうのがすごいですけどね。実朝の前でね、やっぱり僕で思ったんですけど、実朝の前で言っちゃダメだと思うんですよね、北条を鎌倉を引っ張っていくのはお前だって、やっぱり征夷大将軍の前で失礼ですよね。
サネトもこの頃を引っ張るの俺じゃないんだなんてこうね、思わせますよね。で、サネトモの前で失礼だから僕和田の義盛はあそこで忘れたなんてこう言って和ましたんじゃないかなってちょっとこう思った。だから黙ったんじゃないかなと。それか横田栄二さんがちょっと体調不良だったからセリフ忘れたのかなってちょっとこう思ったりしましたけどね。もう横田栄二さん本当いい芝居されましたですね。僕ね、三谷幸喜さんの真田丸とかずっと見てたので、和田の義盛役はね、僕ね最初これ鎌倉殿が始まるまでは藤本隆弘さんがやるんじゃないかなと思うんですよ。坂の上の雲の広瀬翔さんに出てきたり、劇団四季のレミゼラブルとかね、磯山さやかちゃんとかみんな出てた、三谷さんの舞台に出てたから、渡辺義盛は横田栄二さんじゃなく最初の藤本隆弘さんかなと思ったら、そっから横田栄二さんの抜擢で見事だったなと思います。こっから和田合戦まで楽しみですね。で、サメトロはね、時政をとにかく助けてやってくれ、頼む、私がこうておるのだって言ってるぐらい、やっぱり実朝を助けようとしておりましたね。そして時政ももう自害しようとしました。こうやってるんで、そういうシーンがありましたね。そこの自害を救ったのもまた八田の智家、いい芝居しますね。いい言葉になります。これ流行語大賞になってもいいぐらい、息子だなくて息子でなくて悪かったな。あのセクシーボイス聞いた自害できないですよね。そして、サネトモも奥さんの千代のところに戻ってきまして、千代が泣いてました。あそこでちょっと夫婦のなんか熱いものが感じるんでしょうけど、サネトモは多分男色感じゃないかなと思いますけれどね。そして、時政の処分どうするんだと、梶原の影時比企能員、畠山重忠、謀反を起こした者はみんな殺されてるんだが、北条殿だけ許すわけにもいかないだろう。ちょっと二階堂ってね、またね、野枝のおじいちゃんになるわけですけどね、厳罰すべきですな、どこぞ流罪でいいんじゃねえか、なんて言うと、三好康信の方が、泉に帰っていただくのはどうでしょう、手ぬるいんだよ、なんて二階堂またこう言って、伊豆は頼朝様を助けたその伊豆にいたから今の鎌倉があるんですから、って、そうすると大江の広元がでは伊豆でって言うと、ようね義時の方もね、息子として礼を申し上げる、では伊豆でって、伊豆でじゃなくて伊豆でとちゃんとこうね、言っておりましたですよね。で、時政がもうほんとこうだんだん修行されて綺麗な心になりましたね。陸がいればそれでいいよみたいなね、ああよう小四郎よう骨を折ってくれたな、感謝するなら鎌倉殿や文官の方々に、父上小四郎は無念にございます、父上にはこの先もずっとそばにいてほしかった、頼朝様がお作りになられたこの鎌倉を父上と共に守っていきたかった、父上の背中を見てここまでやってまいりました。父上には常に私の前にいた。私は父上の。私はもういいよ。今生の別れでございます。父が世を去るとき、私はそばにいられません。父の手を握ってやることができません。あなたがその機会を奪った。お恨み申し上げますってな。セリフがやっぱ三谷さんのいいセリフですね。でもね、義経とか比企能員とか畠山とかも殺されてるのに比べりゃいいじゃないですかね。その時ですよね、ちょっとほのぼのとしましたら、チッ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 ほうほけぎょう、ふうほけぎょうって言うんだよって言ったら、またほうほけぎょうかなってね、西川の龍さんのほうほけぎょうじゃないけど、だね、その後チッ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 、僕のね、山口の田舎に住んでる時もチッ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 っていうのはなんか聞き覚えありますからね、全部ずっとほうほけぎょうだけ言ってるんじゃないっていうのも、なんかちょっとそういった話も出てくるから嬉しかったですね。元久2年のうるう年の7月20日に初代執権の北条時政は鎌倉を去って伊豆の方に行きました。だから伊豆の方に墓があるわけですよね。
そして塔が出てきましたね。塔が出てきた時またセミの声がしたり、あの鳥の声がしました。あれウグイスじゃないんですよね、本当に。ってのが来たんで、今日も殺すんじゃないかなと思いましたけどね。そんなさなかね、面白かったのは3人のトークショーですね。ミーとマサコとリクですよね。ちょっとみすぼらしい姿なんか見たくないなって言ったらね、真逆ですよ。豪華な服を着て、ね、目に焼き付けてましたね。これ3人のトーク面白かったですね。リクさん、あなたがいたからうちの父上は10歳ぐらい若返ったんじゃないかした。それまではしなびた芋みたいでした。あなた言い過ぎじゃないの、なんかこう言いながらみんなでこうほのぼのとしてましたね。伊豆さん権限で、あなた掃除なんか全然しなかったでね、お腹の中にね菊がいたのって、あの菊っていうのが、確かね、今回鍵を握りますけど、あのお腹に菊がいたのよ。あなた若い小僧さんに、惚れてたじゃないの。あ、今はその若い小僧さんに会いたいわね。うん、なんつってね、仁王のようになってんじゃないの、なんてこう、もうなんかいい感じのトークですよね。もう僕らの時代みたいなね、あの早く起きた朝はみたいな、松井直美と森尾由美さんと桐子さんのあのね、本当遅く起きた朝はみたいな、あの流れの感じのトークが面白かったんですね。で、塔に殺せと義時が陸を殺すんですけど、僕はね、平賀の友政を殺すんじゃないかなと思ってたんですよ。夕下の支度を塔にねさせてね、ちょっと毒とかこう刀とかね用意してましたからね。でね、のそしたらなぜかそこにノエが入っていくんですよね。この辺もねタイミングなんですよね。守られてんですよね、陸っていうのはね。義時の嫁がノエが来まして、陸さん、ちょっと勉強させてもらっていいでしょうか。北条氏とこの馴染むにはどうしたらいいんでしょうか。どうやって、無理にね馴染もうとしないことが大事ですよと。ただ私は北条を誇りに思ってますんで、誇りに思うこと大事ですよって言ってちゃんとアドバイスしてんですよね。でどんどんいろんな人が会いに来て、陸って人気だなと思ったら三浦の吉村もね会いに行ってんですよね。伊豆に流されるそうですね。会いに行きますよ。あんたは会わなきゃいけないんだ、俺に借りがある。パッとこう横見た時に塔が刀持ってるんですよ。ピッとなったらバッと気づき上げて、ピッと、お前何者だ、バッと。そっからねアクションですよね。お食べくださいっつって、飯食べててください、あとは私が片付きますよ、パッと。こっからねもうアクションですよ。ジャパンアクションクラブ並みのクラッククッククッ、もうくるっと何回でもするって、あんなアクションいらないからね、さっさと殺さなきゃね、義時も雇ってる意味がないですよ。前治も最近失敗するで、最終的になくなって、後を継いだ党も最近ちょっと失敗してますよ。あれじゃダメですよね。なんかいろんな策がもっとあると思う。あれじゃ全然仕置き人としては使えないなと思います。それでパッとこうやって後にクッて言って、殺されかけてんのにクッて言って、おい、俺の女になんねえかって、あそこのこう胸をこう揉んでるようなところって、なんかね、小川智子さんと谷村新司さんの夜のヒットスタジオで歌ってた忘れていいのよあなた愛の幕切れ、忘れていいの夜の金はあなたしかない。で小川智子さんとちょっとこう胸に手をやる、なんかこうね、ラブラブなような感じがちょっとこう思い出してしまいましたね。まあでもね、塔がね陸を殺してたら義時の執権ってなかったですよね。ドラマ見る限りではね、陸の言葉で決意しますんで執権ね。だから運命なんですよね。ちゃんとシナリオができてるんですよ、人生ってのはね。で吉村の方もねビシッと言ってましたけど、まあ、吉村も吉村でよかったら、吉村の娘と泰時がなんか、泰時ってちょっと優しすぎるから、ああいうちゃんとこう強い女性がついてるんですよね。優しい人には強い女性が来る、強い女性のところには優しい男が来るような流れになって、そうするとうまくいくんでしょうね。僕は独身だから分からないですけどね。そして育児のない親子ね、奪い取りなさいってちゃんとリグが義時に言いましたですよね。あの辺が良かったですよね。息子の鼻向けの言葉が受け継ぎますっていう言葉であり、母の鼻向けの言葉があなたもっと奮い立ちなさいって
両方で鼻向けっていうね、去る人が鼻向けの言葉を言っちゃうっていうのも良かったんじゃないかなと思いますね。そして二代執権が誕生しましたね。まあちゃんとノエが鏡用意してビシッとこう来て、平賀の友政を討ち取るとね、牧の方の娘婿です。牧の方の娘のね、菊は逃げちゃいましたけどね。あ、牧の方の娘の菊はあの後再婚するんですよね。藤原の国道っていう人と再婚してね、牧の方はまた京都の方にいるんですよ。で、時政の十三回忌とかなんか結構派手にいろんな生活、豪華なことをやってた峰不二子みたいな生活してたらしいですよ。今日の下りではちょっとわからないですけど、実際の部分ではね。そして僕は唐が平賀の友政を暗殺するんだなと思ったんですけれども、実は違いましたですね。で、平賀の友政もやっぱり源氏の血筋ということで甲冑してましたね。今までなんか京都の公家みたいな空気だったんですけどね。まあ政則を毒殺したり、畠山重康に罪をか、ね、かぶせなかったら畠山も滅亡しなかったし、時政も辞めずに済んだんだなって言ったら、もう憎さ100倍で平賀の友政が殺されましたですね。そしていよいよ後鳥羽上皇と北条義時の本当のバトルがあとこれから10回に分けてやるんじゃないでしょうかね。京都で勝手なことされたらたまんないわよみたいな、黒義経が義仲を追い払った時以来のように勝手なことをやると京都の権力が弱まるわけですよね。そうなるとまずいんじゃないかということで、後鳥羽上皇は何、鎌倉殿がこういうことを平賀の友政を殺したのかなんて、鎌倉殿じゃないでしょうね。父親を追いやった義時、北条義時か、北条の義時めって、もう尾上松也さんが言って、この間尾上松也さんにちょっと YouTube 今やってるんですって話したら見ていただいたみたいで嬉しかったですね。ありがたいですね。そして、三浦とね、打ち合わせしてたんでしょうね。御家人全員を前にして執権は俺だっていうくだりは多分三浦と念入りな打ち合わせはしてたんじゃないかなってね。義時調子に乗り寄って許さんって言った後鳥羽上皇のように、御家人たちもちょっと義時には反感があったと思うんですよね。これより北条義時が執権になり、時政に代わり鎌倉の政を仕切るんだ。そうすると長沼宗政ですかね。待ってくれ、そのための時政を追放したのかお前は、みたいな空気になってるところに三浦の義村が、お前は己の欲のために父親を執権の座から追い落としたのか、どうなんだ。そうではない、時政になり代わりこの鎌倉を守る、それができるのは私しかいない。何がって言ったら、そこの何がっていう長沼宗政の言葉にかぶるように、確かにその通りだ、北条義時の他に執権になれる男は他にいない、御家人の筆頭になれるのは義時だけだ、それしか知らないって言ってる、うん、私は私利私欲でやってるわけではないのだって、ね、そういうくだりが良かったですね。義時許さんなんて、後鳥羽上皇が会議グワーッとなって、このバトルがあと10回あ面白かったと思うし、上級の乱で、後鳥羽上皇が敗れて二元政治が終わったんじゃないかなと思いますね。本当に今回は面白かったと思いますね。そして、和田義盛が来週怒ってましたね。親父を追い出してやりたい放題だ小四郎の野郎みたいな空気になってると思うし、実朝が、ね、海の磯もどろに寄せる波割れて砕けて、聞けて散るかもというね、言ってましたね。まあ本当に、ここからなんか面白い流れになると思いますね。そろそろ興行が出てくるんじゃないかなと思う。そして、義時の次男の友時がちょっとこれが悪い男として出てくるんじゃないかなと僕は予想しております。来週も面白くなりますんで、ぜひ鎌倉殿の13人見終わった後は松村邦洋ためにならないチャンネル登録の方もよろしくお願いします。